インバ放水路1大和田排水機場新川花見川大和田排水機場インバ放水路は千葉県にあるインバ沼の排水を目的として開散された放水路である。西インバ沼からの流出点を上流端とし千葉市三浜区で東京湾に注ぐ。上流にあたるのが利根川であるため利根川水系に属する一級河川に指定されている。 江戸時代の利根川当選事業の影響により、利根川とつながることとなった、印場沼は、利根川の水上昇によりたびたび洪水が発生するようになり、周辺の農業等への被害が深刻なものとなっていた。この印場沼の水上昇を東京湾に放流するため、中間地点に溶水施設、大和田排水機場を設置し、一度組み上げて、分水海を越えた先の東京湾へ排水するという、 特殊な放水路である。途中の大和田排水機場を境にして、陰馬沼川の掘り割り工事により改作された、疎水路部分である、新川と、東京湾側の自然河川である、花見川とを合わせて、陰馬放水路と呼ぶ。河川管理場は、花見川より低地である新川が、陰バ放水路の上流にあたる。これは、大和田排水機場の排水が新川から、 花見川へ出かされないためである。八千代市保品の麻生橋付近から大和田排水機場にかけてを新川あるいは陰馬祖水路と呼ぶ。西陰馬沼と同水位であり、大和田排水機場から花見川へは一定水位を超えないと原則として排水を行わない。いくつかの中小河川の流入はあるが、新川自体にほとんど流れがないので、 川というより、西インバ沼の延長部分である。通常は、インバ沼方面へ流れているが、外水や内水の影響でインバ沼が増水した時には、大和田排水機場より多量に排水されるため、流れが逆方向となり、インバ沼から花見川へと流れを変える。放水路が完成する前は、 集中豪雨などで川が増水すると流れが変わり、それにちなんだ逆水橋という橋が八千台市にある、八千代市村上に設置されたポンプ場で1966年に完成した、毎秒最大120立方メートルの用水能力を持つ、設計段階において、インバ沼の水を自然流化させる放水路とした場合、勾配不足で、 東京湾満潮時に排水できなくなる心配があったこと及び改作土木工事に際し花見川上中流部分のけど層の屈作が難工事となることの2点が予測されたこのためあえて深い屈作はせずに勾配を放水に十分な位置3000から14000とし発生する水位差を補うためにポンプによって ここで一旦4.6メートルの溶水を行うこととした。インバ沼水位調整のために放流が必要となるのは1年に数回程度以下だが、これとは別に蒸気、進化は及びインバ沼そのものの流れが少ないことによる水質悪化防止対策として、インバ沼流動化放流と少し1年で数十回程度の放流を行う。大和田排水機場より、 東京湾側を花見川と呼ぶ。分水海をまたぐ海策が難工事となった千葉市横戸町付近も現在は緑深い渓谷様を呈している。天土と調作にはそれぞれ清水門が設けられ、大潮や台風上陸等による海面上昇に近する海水逆流を防いでいる。花見川の下流部はケミ川とも呼ばれている。花見川はもともと現在の花見川区。 小手橋町など旧千葉郡内を水源として、東京湾に注ぐ小さな川に過ぎなかった。江戸時代の1724年以降、陰馬沼の洪水対策と干拓を目的として、同じく千葉市横と町付近を通り陰馬沼へと注ぐ勝田川、高津川等の水系を花見川と結ぶ、疎水工事が幾度となく、繰り返された。これらの掘割工事は全て失敗に終わった。 江戸時代の工事に携わり死亡した人足の共同墓地が流域の各所に存在する。戦後になり新たな設計で放水路が寄港され、1969年に現在の印馬放水路が完成した。これに伴い、二級水系の花見川水系が利根川水系に編入されて、主要な支流とともに一級河川に昇格した。 河川敷において畑や釣り桟橋の設置などの不法占有、選挙が進む実態がある。千葉県千葉土木事務所によると、2016年の不法占有案件は179件。中国人による占有が増えているという。インバホー水路の護岸上には、ほぼ全線にわたり人、自転車専用の遊歩道、サイクリングロードが設置されている。管理主体は3分割されており、 酒塚水門み八千代屋州端島は、陰馬沼自転車道として、千葉県が、麻生橋、大和田排水機場間は、新川遊歩道として八千台市が、千葉市弁天橋稲毛海浜公園間は、花見川開作用に付設した残土運搬列車線の跡地の多くを利用した、花見川サイクリングロードとして、千葉市が管理する。陰馬沼自転車道と、 新川遊歩道はほぼ全線舗装されているが、花見川サイクリングロードは、柏井、横戸付近を中心に未舗装区間が多く残る。花見川に流入する河川、新川に流入する河川。ありがとうございます。